日を通ししての厳しい水面コンンディション丸亀ブルーナイターボートピア朝倉開設24周年記念初日の戦いはエリすぐりの6メンバーによりまして初日のラストバトルを迎えます引き続き安定版装着2周レースで争われます第12レース予選競争ドリーム戦です1号艇菊池晃平2号艇重成和人3号艇宇野健太4号艇野永瀬正孝5号艇坂口めぐる 6号艇平以上6選手の対戦です本番レースも定番通りのスタイル、高白両者は先だっての浜名湖周年見事ワンツーを決めたこの両雄であります菊池公平、重成和とこの両者、インコースがっちりとその浜名湖周年を制しました菊池公平が枠番通りインコースに進入、そしてここは地元、今回は白星を挙げたい2号艇、重成が2コースに、3コースには3号艇、宇野健太、荒れ水面もお手のもの。 人呼んで波乗り健太であります3号艇宇野、ここまでがスロー、角4コースに4号艇野永瀬正尚、厳しいコンディションの中でも絶妙な旋回、そして冷静な判断が光ります、5コースには5号艇坂口巡る6コースには6号艇地元の平高奈良3対3のスタイル、第12レース予選競争、ドリーム戦、1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番。 スタートしました、角4コース、4号艇野永瀬が思い切った攻め、インからは1号艇菊池です、1マークは逃げる1号艇菊池に3号艇、宇野健太がまくる、内からは2号艇、4号艇、鋭くさせてきますが、しっかりと逃げ切った1号艇菊池公平、早くも独走、2番手は4艇の攻防か、センターから2号艇重成、外3号艇宇野、内からは4号艇野永瀬と5号艇坂口が迫ってくる、12レース、ドリーム戦スタート、正常です、2番争い、最内から5号艇坂口、逃げる二号艇重成に切り込む四号艇の永瀬。 ホームストレッチわずかに2番手は2号艇、重成和人が優勢一定心半の差で4号艇、野永瀬が3番手上位体系1番、2番、4番レースは2周目最終周回に入っています先頭はインからしっかり押し切った1号艇、菊池晃平2番手の添い、2号艇、重成外にって追いすがる4号艇、野永瀬も振り切った単独2番手リードを広げた2号艇、重成3番手は4号艇、野永瀬正隆1番、2番、4番今度は4番手から5号艇、坂口めぐりが差を詰めてくるが四号艇、野永瀬が三番手優位に運ぶラスト コーナーナに入ります先頭は1号艇菊池晃平2番手、2号艇重成和人3番手、4号艇野永瀬正孝内から迫る5号艇坂口をかわし4号艇野永瀬3番手1番、2番、4番でゴール先頭1番菊池五輪2着、2番茂ゴールイン、重成五輪3着、4番野ゴールイン、野永瀬五輪5番、6番、6番、5番接戦ラスト3番、宇野五輪です。